次世代の戦闘機開発を、日本、イギリス、イタリアが共同で行うグローバルコンバットエアプログラム、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムが、いよいよスタートしたようです。この戦闘機のエンジン部を担当するのは、日本の IHI 社と、イギリスのロールス・ロイス社と決定しました。今回は、IHI 社とロールス・ロイス社のエンジン開発について見ていきたいと思います。現在活躍中の F2 戦闘機を開発する際、純国産化できなかった理由も気になりますよね。日本、イギリス、イタリアの3カ国が次世代戦闘機を共同開発する国際プログラムがグローバルコンバットエアプログラムと名付けられ、2022年12月9日に正式に発表されました。このグローバルコンバットエアプログラムで開発される戦闘機は、空自が運用している F2 戦闘機、イギリス空軍とイタリア空軍が運用しているユーロファイタータイフーンの後継機として採用され、2035年頃までの配備を目指すことになっています。2021年12月には、イギリスのロールス・ロイス社が、日本、イギリスの次期戦闘機用の機関部の実証機を、日本の IHI 社と合同で開発、翌2022年2月には、新たな戦闘機用高性能センサーシステムも共同開発すると、発表しています。次期戦闘機には、広範囲での探知能力が要求されますから、高性能センサーシステムは、この次期戦闘機が、正確に素早くターゲットを発見、敵の監視能力を無効にする能力を向上させるなどの共同開発を進めているのです。こういったように、次期戦闘機について、イギリスと日本は、ここ数年で、協力関係が進化しており、これまでのアメリカのロッキード・マーティン社の技術支援による開発に関わる動きに区切りをつける形になったようです。1945年の太平洋戦争での敗北後、日本は自衛隊の戦闘機はアメリカ製の機体を日本国内企業が製作に縛られて調達せざるを得ない状態でした。つまり、軍備につながる産業分野を抑制されていたということで、航空機開発技術の進展も遅れがちということだったのです。今回の次期戦闘機開発のそもそもの理由ですが、航空自衛隊が保有している現行 F2 戦闘機の耐用年数切れということで、2035年頃から順次退役することが見込まれているため、その後継機開発が目的でした。F2 戦闘機の開発前の段階では、国産機を開発する計画でしたが、エンジン部の製造が技術的に困難で、三菱重工業を中心にしながらも、アメリカとの共同開発となり、国産化は果たせませんでした。F2 戦闘機開発当時、日米貿易摩擦など、日本とアメリカ間においての政治的な問題が山積し、アメリカ製の F16 戦闘機ファイティングファルコンを土台とすることが求められていました。この F16 戦闘機ファイティングファルコンの各部においては、胴体の延長や主翼の大型化など機体が大型化し、日本の最新電子技術も盛り込まれるなど、大掛かりな変更が加えられ、必要な追加攻撃能力は強化されたのです。しかし、完成した F2 戦闘機の機体の中核となるコントロール部分の情報は日本側に公開されなかったので、状況変化があっても日本で仕様を変更することはできませんでした。この苦い F2 戦闘機での経験を念頭に、その後継機開発に関しては、日本の三菱重工業者を主契約企業とし、国内各分野の企業を関連付け、日本が主導することを前提とした開発を進めてきたのです。もちろん、アメリカのロッキード・マーティン社やボーイング社との技術提携も視野に入れていましたが、F2 戦闘機のように、システムなどの
重要な情報をブラックボックス化される懸念があり、日本とアメリカの意見は全く噛み合わなかったのではないかと推測されるのです。そこで、イギリス空軍主力戦闘機であるユーロファイタータイフーンの後継機として、BAE システム社を中心に、BAE システムズ・テンペスト戦闘機開発計画を行っているイギリスが共同開発に浮上してきたということなのです。日本は戦後初めてアメリカ以外の国、イギリスとイタリア、日本の3カ国で共同し、共通の新しい戦闘機を開発、配備することになったのです。これまではアメリカ主導でしたが、それよりバランスの取れた対等な関係での開発になるものと大きな期待を寄せられています。この3カ国で共同開発することによって、日本の防衛省は、ステルス性能などの技術を結集できるだけでなく、費用を分担し、優れた戦闘機を効率的に製造し、開発コストも抑えられるとしています。今回の GCAP 開発にあたっては、日本では三菱重工業社が主契約者となって機体を担当し、IHI 社がエンジン、三菱電機社がレーダー、センサー類の電子機器を担当することが分かっています。一方、イギリスでは、BAE システムズ社が機体を担当し、ロールス・ロイス社がエンジンを、英国法人のレオナルド UK 社がレーダー・センサー類の電子機器を担当するそうです。そして、イタリアからは、レオナルド社、アビオエアロ社などの企業が開発に参加する予定です。もともとは、F2 戦闘機の後継機として、IHI 社が製造した国産エンジンを使用するだろうという見方が強かったようです。というのは、日本の次期戦闘機開発の一環として、防衛装備庁と IHI が、開発を進めてきた実証実験機用の XF5-1 エンジンや XF9 エンジンがタービン入り口付近の高温に対する耐熱性、大きな電力消費に対する発電能力、ステルス性確保に対する推力などの高スペックを持ち、次期戦闘機に十分に対応し得るクオリティだったからです。そして、当該エンジンはすでに2018年、IHI 社が防衛整備省に納入していました。XF9 エンジンは地上での動作確認ですが、アフターバーナー使用時には、最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度 C を記録、世界標準クラスの数値を叩き出したのです。この FX9 エンジンは、現在の防衛装備庁と IHI 社が次期戦闘機開発の一環として2010年から開発を開始したもので、基本的なコンセプトはスリムで大出力であるハイパワースリムエンジンと呼ばれていました。小スペース、将来の戦闘機に対応し得る発電容量も実現した FX9 エンジンですが、まだ発電能力と冷却性能の分野ではいまいちなところがあるようです。今後、これまでの開発技術を活かして、実用機での採用を期待したいところです。近年では、戦闘機による空対空戦闘は減少してはいますが、今回 FX9 の大出力は、戦闘機としての高機動性を保持するためには、不可欠な条件で、敵のミサイル等攻撃回避にも、非常に重要となっています。こうやって出来上がった国産の戦闘機用 FX9 エンジンですが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値もクリアしているのですが、実用機でのテストがまだ行われていないことがネックになっているようです。しかし、次期戦闘機への搭載は大いに期待されます。実際に採用される場合、
サイズや出力は、その要求によって最適化されるということですが、今後、イギリスのロールス・ロイス社との共同開発での変化も注目しておくべきでしょう。テンペスト計画のエンジン開発に難航していると言われているイギリスのロールス・ロイス社ですが、これまでイギリス空軍主力のユーロファイタータイフーン1機の多くの戦闘機エンジンを開発してきました。ロールス・ロイス社が製造したエンジンですが、今後、著しく電力を消費することが見込まれているのに対して、スモールコア電力、熱制御、すなわちコアは小さく、電力は大きく、発生する熱を制御することに取り組んでいるのです。イギリスの技術は、アメリカと肩を並べるほどではないとはいえ、日本の IHI 社製の XF9 エンジン技術よりは、はるかかに高く、これからの戦闘機に求められる発電能力と冷却性能の分野で先行しているように感じられます。ということは、やはり、開発の主導権を握るのではないでしょうか。ここで、改めて、IHI 社について紹介してみます。株式会社 IHI 社は、2007年、平成19年、7月に、社名を変更するまでは、石川島播磨重工業株式会社という名前でした。この会社は、江戸末期から、160年を超える歴史を持ち、日本の三大重工業の一角を支え、かつ代表する企業と言っていいでしょう。事業としては、航空、宇宙事業、エネルギープラント事業を手掛けており、日本初のターボジェットエンジンを開発するなど、航空機分野において、ジェットエンジン製造では、日本国内で 60% のシェアを誇っています。現在、空自が運用している F-15J 戦闘機イーグルに搭載しているのが、F100 エンジンでプラット&ホイットニー社製です。また、F2 戦闘機に搭載している F110 エンジンはゼネラルエレクトリック社製ですが、両方とも IHI 社によってライセンス生産されたエンジンなのです。ライセンス生産が許されるということは、それほどの技術機があるという証拠でしょうね。また、2013年、平成25年から運用が開始された、海上自衛隊の P1 哨戒機に搭載されている F7 ターボファンエンジンは IHI 社が開発しました。このエンジンは小燃費、低騒音が特徴で量産化されていて総開発費は200億円以上と言われています。この F7 エンジンはターボファン形式で高バイパス比二軸ターボエンジン、民間転用も模索されているそうです。また、海上自衛隊が運用しているヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、片やミサイル護衛艦マヤ型の建造を手掛けたのがジャパン・マリン・ユナイテッド株式会社ですが、この会社はユニバーサル造船と株式会社 IHI ・マリン・ユナイテッドが合併して誕生した企業で、もともとは IHI 社の造船部門から派生した企業ということです。